IB 楽器来たぞ。中に入ってみよう。お、なんか書いてある。 IB 楽器、楽器販売、リペア、買取レッスン、いろいろやってる。中に行ってみようかな。こんにちは。いらっしゃいませ。アイビー楽器店長のアミです。今日は改めてアイビー楽器の紹介をしていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい。まずね、アイビー楽器店内紹介していきたいと思います。まず入ってすぐウクレレ飾ってあります。見た目も可愛いですね。そしてこちら側には電子ドラム置いてあります。こちらシダも可能となってます。で、右側に行くとアコースティックギターのコーナーです。全国的にアコギブーム到来しているみたいなので、気になる方は始めてみましょう。そして店内にですね、小部屋がございます。こちら普段レッスンでも使用していたりとか、あとね、アップライトピアノが置いてあります。こちらのお部屋のスタジオのレンタルも可能なので、気になる方はぜひ。お部屋出まして、この辺は小物のコーナーですね。そして反対側にはベースコーナー、かっこいいベース並んでおります。からのエレキギターコーナーです。いろんな種類のギター置いてますよ。で、こちら側にはエフェクターのコーナーですね。で、一番奥に進むとドラムコーナーとなっております。スネアやカホン、そしてなんといってもオリジナル商品の猫パンチ、好評発売中です。イエーイ。もう一つの肉球ビーターも好評発売中です。そしてですね、 IB 楽器で輸入しているトルコ産のタムスンシンバル、こちら見た目もかっこいいね、シンバルなので、ドラマーぜひ一度使っていただきたいです。で、店内でこちらリペア台ですね、修理のコーナーになってます。で、反対側にはピック、そしてギターの弦、こちら側に回るとベースの弦がございます。とギターベースのストラップも販売してますね。で、真ん中にね、ネジがございます。こちらオリジナルのね、プロテイルスっていうシンバルアクセサリーも店内でも販売しております。ドラマー慎吾片桐が制作したね、リングオーダーもできますので、ぜひ。とレジ上にはオリジナルの T シャツやトートバッグも販売しておりますよ。はい。で、こちら側ですね、アンプ、そしてオリジナルでケーブルも制作しております。音質のいいゴッサムシールドっていうのを作って制作しますので、ぜひね、音質とかこだわってる方、お気軽にお問い合わせください。で、こちら店内ね、入ってすぐのところには教本やバンドスコアも置いております。こちらない商品は取り寄せもできますのでね。そしてこちらに私の私物のね、キーボードが置いてあります。はい、店内こんな感じでした。来たことない方いかがでしたでしょうか。続いてね、 IB 楽器のいいところのポイント発表していきたいと思います。ポイント、その1、店頭で購入していただいた
ターやベースはメンテナンスが永久に無料です。ネック調整、弦高調整、オクターブ調整が永久に無料になっちゃいます。ポイントその2、リペア随時受付中。お見積もりは無料です。 IB 楽器ではメーカーに発送したりせずに店内でリペアを行っております。音が出なくなってしまったギターやネック折れなんかも修理していますので、お気軽にお問い合わせください。ポイントその3、買い取りも行っております。お見積もりは無料なので、使わなくなってしまった楽器などぜひお持ちください。ポイントその4、機材のレンタルも行っております。例えば結婚式での演奏だったり、学校の文化祭などでもご利用いただいております。お気軽にお問い合わせください。ポイントその5、ネットショップも行っております。県外の方は IB 楽器で検索、もちろんネットショップでご購入いただいたものもメンテナンス永久に無料となっております。ポイントその6、なんといってもアットホーム、スタッフもフレンドリーなので、わからないことはお気軽にご相談ください。はい、ということで改めて IB 楽器の紹介をしてみました。いつもご利用いただいている方、誠にありがとうございます。楽器店入ったことない方は怖いっていうイメージを持っている方もいるというのをちょっと聞いたので、今回改めて紹介してみました。いろいろと大変なご時世ですが、私たちも皆様の幸せに貢献できるように音楽業界も盛り上げていきたいと思っております。ぜひ IB 楽器今後ともよろしくお願いいたします。ご来店お待ちしております。